小川葵のテイワード大劇。私小川葵がこのラジオ内で一からテイワードを旅していく様子を皆さんに見ていただくコーナーです。はい、1ヶ月ぶりでございます。そんな空いたか結構来ましたね。結構久々、うん、結構ゲストさん会とかあったり。そっか、なるほどね。そうなんです。あと前回やった時はガチャを引いて仲間が増えました。マショリ先生は引けなかったんですけども。あ、残念ただね、ちょっとそのこともありましてパーティーがちょっと変わりました。本当だ。てかだいぶ変わってる。そうなんです。お気づきでしょうか、ホリエッティがあれ待って待ってお気づきでしょうか、あれレギュラーあれこう広角の中に酒場に預けられちゃったあ嘘、サウルス版を今回は。あ、そうすか。ちょっとすいません、本当に本当に申し訳ないですけれども、今回はあの時引いた引いて出てくれたキャラクターでいきたいと思います。あ、まあまあまあ良いでしょう。あ、慣れてる慣れてる。ありがとうございます。本当に申し訳ございません。では、うん、早速始めてみたいと思います。ほいほい。なんか今日は戦うメインになりそうってスタッフさんが言ってらっしゃったんですよ。お、血生臭いぞ、血生臭いぞ。じゃあちょっとこの目的地に、うん、あ、もうだいぶ近く。これ今から何するんでしたっけ。これは、うん、今回は今回隠された涙、うん、林の中の廃墟に行くと。はい、ほう、涙を集めます。あ、ライアーの力を取り戻すために今から涙を集めると。はい、はあ、でははい行ってみたいと思います。お、あ、お、光っている。あ、わかりやすい。ジャンプジャンプ、いいぞ。わあ、敵いないなすごく平和な大地、めちゃめちゃ平和な大地になっております。ここ、こんなのどかだっけそれともコガちゃんがもう刈り尽くし刈り尽くしちゃったもうここに入れちゃうなんていませんよ。あ、うわ、うわ、ではここ、え、ここか、鷹の門。ひい、行きます。頼む。行きます。ふ、そうだ、このメンツで。本当にホリエッティ大丈夫。ホリエッティ、あ、ホリエッティ、ごめんなさい、作家さんがもういいいいいいっつって早行け早行けでは行きたいと思います。はい、挑戦開始。行くぞー。あぶねえ、おい、あぶねえ。これは飛んでいいんだよね。うん、よし、多分。そりゃー、ああ、お、いきなりそんな宝箱はいいんですか。いるいる、あ、やばい。あ、遠隔で攻撃できるキャラ、まあ遠比がいい。いや、あ、届いてる。あ、いけるんだその距離。やった、いけたいけた。よ、あ、違う、いや、で、あー、これ、あー、やったな。あー、どんなだったっけな。はい、なな、はい、あ、あれ、すごい、もう過去の記憶。あれ、登れない。あれ、あ、こっちか。あ、なるほど、こっちから行ったら登れると。それで、あ、マイク、もう私前の目になって、前マイクから外れちゃうよし、倒すぞ。このね、ちょっと上がったところにいる弓の敵キャラ、なんかじれったいんだよな、いつも。ですよね、はい。違う弓で狙われてるけど宝箱は取る絶対に取る。そう、あれ、あ、下にもいる、いるあれ、あれ、この剣は分かるかい。これだ、あ、向こうだ、火だから。行くは木で消えた。あれ、あれ消えた、いつの間にか。よい、あ、それ気をつけて。危ない、危ない。でももう仕方ない、うん、もう捨て身で行こう行こう、よっ、いやあよし、夕暮れの身だ。
これで。あ、しぶとい、まだ生きてたか。よし。お、あ、宝箱。あ、宝箱。危ない危ない。危ない。いた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 。いたいた。あ、よこきよこき。よこき。おいしょ。よけよけ。よけ。よけよけ。よけ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 。いいぞ。よけ。おりゃ。うん。おいし。ああ。じゃあもう演出。短所鉄拳。ほらほらほら見て、やろう。よよ、ここからでも届いちゃうんだからな。強いんだぞ。届いた。よし、しゃあ。でもちょっとこっちに宝を。そうですね、まずは目先の目先、あれ、待つ。よしで、このおりゃー、ういこっち、この宝箱を取って、取ってで、こっち、あれ、下に、ここだ。お、蘇生のもよし。んで、これが動くのかな。動くか。あ、動いた。おいし、いいぞいいぞ、うい、いいぞ。お、どっちか、こっち。ロロ、うわあ、綺麗だな。鳥の鳴き声もいいですね。あ、やばい、あれ動いてる。あれあれあれ、あ、あ、ここか。あ、来た。よしで、これか。うん、来た来た、行け、今だ、駆け抜けろ。よし、さあ来い。あ、はい、うんうんうん、リンクした。やったー。あ、ない、ない。わあ、なんか。よし。この剣はわかるかい？あ、なんか、なんか。やばい。感電する。やばい、やばい、やばい、なんか。シャーマン、シャーマン、シャーマン、後ろの、あいつ回復するからね。あ、いった、ちょっと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 、ほら、あの、よし、よし、お、いいぞ、いいぞ、よし、よし、よっ、あっち、こ、あ、出た、出た、もう、これはいつになっても嫌い。あー、よーし、いくぞ、おりゃ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 、おりゃー、おりゃー、いけいけいけ、タコまぶりだ。おら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 、よし、よっしゃこれぞ。それ、うん、お、うん、さあ、なんかすごい綺麗な宝箱ね、開けちゃうぞ。あ、やっと集まった、集まっ た, まった、大変だったな。そうですね、油断するな。風魔竜の状況は未だ危険なままだ。はい、それにファデュイの方にも何か動きがあるかもしれない。あるかもしれない。マジっすか。ディルック、最近ファデュイがあなたのことを好まざる人物と宣言したそうだな。なんだと。好まざる人物光栄なことだ。そもそも彼らは誰かを好ましい人物だと宣言したことなどない。こう、ファデュイ、あのスネージナヤの使節団とディルックの旦那にはどんな接点があるんだ。あるんだ。ファデュイは騎士団にとって厄介なだけでなく、モンドの脅威でもある。モンドを脅かすすべてのものに対してディルクは。いいんだジン、君ら騎士たちは外交役を名乗るクズに対して直接手が下せなくなるほどの制約を受けている。うん、僕は個人的な美学をモットーに彼らの。ディルクがクズとか言うのええな。氷スライムを丸飲みするかファデュイに入るか、
どちらか一つを選ばないといけないんだ。スライム丸飲み。空から降ってきた隕石が大地を割り、俺ファドゥイ入っちゃう。リルクの旦那の想像力ってなんだか変わってるな。よし行こう。では出ます。